ホーム、伊豆高駅は、静岡県熱海市上高にある、東日本旅客鉄道伊東線の駅である。駅番号は、JT23、日中を中心に、伊東線、伊豆急行線との相互直通運転が実施され、朝、夕から夜には、伊東線を走行する上野東京ライン系統の列車も発着する、交通系、IC カード、スイカが導入され、 スイカ首都圏エリアに属し、首都圏 IC カード総合利用サービス及び交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応している。また、旅客営業規則の定める大都市近郊区間制度における東京近郊区間にも属している。伊東線中間駅では2015年3月8日より実施の無人駅化に合わせた駅遠隔操作システムの導入に伴い、 自動券売機から多機能券売機への交換、伊藤駅へつながるインターホン、県面確認台を併設した自動生産機の新設が行われた。従来、友人窓口以外で行うことができなかった処理については、伊藤駅の駅員が自動生産機を遠隔操作することにより、対応している相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 当駅構内の伊藤方には上り下り本線の計2本を横断する第1種踏切、上田が踏切が存在する。各ホームには内方線付き展示ブロックが設置されている。駅舎は1番線ホームに面しており、2番線ホームとのアクセスには地下通路を使用する。地下通路には各ホームを結ぶ車椅子対応エレベーターは存在しない。改札口には切符回収箱。 簡易スイカ改札機、スイカ対応の自動生産機、多機能券売機の他乗車駅証明書発行機が設置されている。改札外には、伊藤線に関する情報の表示のみに対応した運行情報、時刻表ディスプレイが設置されており、列車運行情報サービス、どこ、トレと同様の内容に加え、当駅を発車する上り下り列車の初電から終電までの時刻表が、 確認できる。トイレは改札口を出て、左に曲がると進行方向左側にある。多機能トイレは存在しない。なお、このトイレは男女別化及び個室内の完全用式化工事を行うため、2019年1月10日から3月26日まで閉鎖され、近くに代替として男女別の仮設トイレが設置されていた。公衆電話は、 改札口を出ると進行方向右側にある。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅前の桜駅周辺には桜の木が多く、開花の時期には写真ファンが集まる。当駅は高台にあるくるみヤ駅から海岸付近にあるあじろ駅までの長い下り勾配の途中にあるため、標高の高い場所に立地し、駅舎を出るとすぐに急な階段がある。海岸は、 そこから、さらに旧在化を長く下った場所にある、東日本旅客鉄道伊東線、久留谷駅、伊豆高駅、網代駅、JR 東日本の2000年度以降の、乗車人員静岡県統計年間、ありがとうございます。